どうも。お、くるみん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクレーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、3つのカフェがある雪山村に行ってみたいと思います。心地よい目をご希望かしら。一眠り500ブリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、雪山村に出発。ほい、雪山村に到着。あ、ちゃんと女の子用、男の子用ってわかりやすくなったんかな。夢の世界へようこそ。あなたは今、雪山という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、魅惑の雪山の世界をご堪能遊ばせ。ってことで、こっちが女の子だ。ほら、女の子。かわいい。で、こっちが男の子ね。さあ、それじゃあ、もちろん私は女の子用で。で、真ん中のが多分手に持つやつよね。コーヒー、オレンジの風車、緑のうさぎ風船、うさぎ風船で行こうっと。ってことで着替えます。緑のうさぎ風船。じゃーん。え、めっちゃシルクじゃない？超可愛いんやけど。いいね、いいね。で、この村には3つのカフェがあるらしいんやけど、家は4つあるんやね。一つはあれか？村長さんの家とかそういうことかな？あ、どうも。シューマさん、村長さんやね。ケーキ屋、過去再現やっています。あ、ケーキ屋さんなんや。え、それは？カフェってことか？そうではなく、白を基調とした家。周りの花も白いね。お邪魔します。ここケーキ屋さん。いや、ここは普通にあれか。普通に自宅ということか。あ、ってことは別の部屋がってことやね。天ぷらそばを食べながら。天ぷらそば、なんか、あれやね。年越しって思ってしまう。はい、それじゃあ左の部屋へ。ん、左側はなんかちょっと荒れてるけど。仕事部屋とかそういう感じかな。まあ、この辺、プライベート空間もあるけど、この辺で、ね、多分ちょっと、ガシャガシャガシャっと。仕事をしつつ、ちょっとなんかね、ちゃんとできんかった資料とかが床に散らばって、ちゃんと綺麗にしないと。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥は、ん？なんかちょっと暗いんかな？電気がついてないってことか？わからんけど。びっくりした。なんかと思った。洗濯機が動きよった。めっちゃびっくりした。これはコーヒー牛乳？コーヒー牛乳ではないんかな？コーヒー牛乳か。多分。わからんけれども。なんかさ、今なんか知らんけど、乳製品も、だいぶ売り切れとんやっけ。え、売り切れとる？でもなんか、あれやな、乳製品がないっていうツイートもあったけど、乳製品が全然売れなくて廃棄になる。あ、そっか、あれや。学校とかが休みになりよるけん、給食の牛乳やつや。給食の牛乳分が廃棄になってしまうっていうツイートを見たんやな、私は。はい、そして右の部屋へ。お、右はちょっと高級な感じ。でも高級の中にもちょっとなんか、ね。ちょっとポップな感じも、混じりつつ。でもこの家具好きなんよね。ロココ家具やったっけ。好きと言いながら、名前は全く覚えれてないけど。なんか最近、こう、訪ねる村で、カラフルなお茶を置いているとこがすごく多いんよね。まあ、現実にも流行っとるらしいけど。どうなんやろ。青って食欲がわかんって言われるけど、お茶は別なんかな。はい、そして、二階へ。ん？二階。結構服が好きなんかな？
あ、サンタさんの格好まであるよ。なるほど、村長さんはクリスマスになるとサンタさんに変わるんだね。村の子供たちに村の子供たちにプレゼントを配るサンタさんになるんだね。なるほど、いい村長さんじゃないか。おしゃれ、電気いいね。こういうのも間接照明になるの？間接ではないんかな。なんかそういうのがよくわからんねえけど、私は確実に蛍光灯派やけんさ、あの間接照明とかのおしゃれな感じが苦手。はい、そして地下へ。あ、地下や。地下がケーキ屋さんなんやね。なるほど。ん？ってことはこれは村長さんかな？いや、格好が違うか？どうなんや、外に出たらちょっともう一回よく見てみよう。なんかこっちに一席だけおしゃれなところがあるんやけど。ね、ここだけ。あそこも普通にお客さんが使えるところかな？ちょっと使うの勇気いらん？こっち側わざわざ入っていくの。お、ホールケーキ。きっと誰かのお誕生日なんやね。おめでたい。あ、ブッシュドノエル、いいね。美味しそう。はい、それじゃあお邪魔しました。さあちょっと村長さんの格好を見ておきたい。どこだ？いや、こんな格好じゃなかったね。もうちょっとなんか夏っぽい格好をやった気がする。あれ、麦わら帽子とか被っとったような気がするんやけど、違うか？あ、ちゃんとこうやってあれなんやね。花を色ごとに分けて植えているのね。私はそんな細かいことは全然やっていないからな。はい、そして、2軒目のお家。あ、この辺は白とピンクが混じっとる。かわいい。白とピンクの組み合わせ、めっちゃいい。外には住人さんはいないのか？ってことは、お邪魔します。あ、ここが一つ目のカフェ？あ、びっくりした。入れんのかと思った。どうも。桜さん、美味しいパンはいかが？パン屋さん。良きかな、良きかな。パン屋さんって言ってもまあ、ケーキもパンか。パンがなければケーキを食べればいいじゃない。ケーキっていうかタルト？美味しそうだな。いいな、チーズタルト。そしてレジ横のパン。あ、これはもうあれかな、お客さんが買い寄るパンかな。そういうことか。はい、そして2階へ。あ、2階は、さくらちゃんのお家ってことか。え、素朴な感じかと思ったけど、意外と派手なバッグを持ってらっしゃる。でもやっぱり服は素朴なんよね。え、でもこういうバッグ、好きよ。最近あまりこういうの持ち歩かんねよね。最近もっぱらリュックでさ。もうなんか、ね、やっぱりいっぱい物入るし、リュックで。お邪魔しましたー。はい、そして、いいね、いいね、なんか、甘い甘いケーキが溢れている村。なんか、家の近くに行っただけで甘い匂いが漂ってきそう。お、そして、3軒目。俺、誰？僕カフェにようこそ。僕カフェ？俺なのか、僕なのか。コーヒーオープン。カフェだ、カフェだ。なんかちょっと、ここも、白と、これは黒っていうんかな。のチューリップの組み合わせ。この色の組み合わせもすごい好き。ほい、お邪魔します。あ、なんか中めっちゃ、いいね。もうなんて言うん。床と、壁が白い感じ。なんか好き。あ、もしかしてブックカフェってことか。なるほどね。そういうことね。きっとそうや。この絵とか、そしてこの、本棚とか。いいね、いいね。本を読みつつ、コーヒーを楽しむ。
私の場合はちょっとイチゴオレとかにしていただきたいけど。お、メニューもあるよ、壁に。かわいい、このメニュー。いいね。最近読書をしていないので、ちょっと再開したいのだけれど。あ、漫画は読みようやけどね。漫画は。はい、それじゃあ右の部屋へ。お、これはピカチュウじゃないか？きっとそうやと思う。輪郭とか全然ないけど。いいね。それでもピカチュウってわかる。あ、ここはトイレなんやね。なるほど。ちょっといまいち把握してなかった。ピカチュウに気を取られすぎて。これは何かのマーク？別に何も関係ないんかな。ポケモン関係とかじゃないよね。はい、そして、2階へ。あ、ピカチュウやん。めっちゃピカチュウ好きなんやね。いいね、いいね、いいね。うわぁ、ピカチュウ愛が溢れてる。素晴らしきピカチュウ。良きかな、良きかな。ね、前にあったデデンネルームとかもそうやけど、こういう一つのキャラクターへの愛が溢れてる部屋ってなんかめっちゃいいよね。みぞれちゃんルームを作りたいと言いつつ作れていないけれども、私は。はい、そして、4軒目のお家があちらに。あ、いるじゃねえか、人が。どうも。お、くるみん。ブックカフェでのんびり。お、こっちもブックカフェ？いいね、いいね。この外観好き。お邪魔します。くるみんのキャラに似とるなって思ったけど、くるみんやった。お、入ってすぐのところは、普通の、日常生活を送る場所だね。これもくるみんなのかしら。レモンパックをつけているけど。私もつけてるわ。私もつけてたわ、今。かわいい。この辺の感じすごい好きなんやけど、私。なんか多分ね、水色とピンクの組み合わせが好きなんやろうな。あのカーネーションと周りの水色。色の組み合わせが可愛い。はい、そして2階へ。おお、黄色と赤で、すごいなんか、パッとする色やんね。よき。あ、もしかしてブックカフェでのんびりって別に自分の家のことじゃなくてってことか。ここは普通に日常生活を送る家っていうことか。なるほどね。そういうことだね、きっと。じゃあ、このくるみんの家以外は、まあ、全部カフェ、カフェ仕様になっとったということよね。ん？これは？びっくりした。なんか文字が書いとんかと思った一瞬。全然違ったわ。ブックカフェか。なんかこう、東京の方にある情報番組とかで出てくるような、いろんな、こう、個性的なカフェに行ってみたい。あ、ここも。なるほどね。マスターの喫茶店もああいう感じなんやね。喫茶ハトの巣。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、カフェ。どんなカフェがいいかな。あ、でも私ベッドの上で座ってくつろぐようなカフェめっちゃ興味あるんやけど。汚しそうやけど。